NHK やサドラブギュウギでヒロイン福来鈴子の相手役に水上耕史さんが抜擢されました水上耕史さん演じる村山愛介は大阪にある演芸会社村上工業の御曹司で鈴子の大ファン2人はお互いに惹かれ合っていき村山愛介は鈴子の人生に多大な影響を与える人物ですそんな村山愛介を演じる水上耕史さんは芸名岡田慶司として活動してましたが 現在は本業の水上講師に改名して俳優活動を続けています岡田圭示として活動していた水上講師さんはその甘いマスクで人気が急上昇し将来有望な俳優さんだと思われていましたしかし人気絶頂のさなか突如所属事務所を退所し一時期表舞台から姿を消してしまう事態となりましたなぜ 水上講師さんは本業に改名することになったのでしょうか NHK 朝ドラブギウギでヒロイン鈴子の最愛の人村山 SK を演じる水上講師さんについて調べてみましたプロフィール名前水上講師本業同じ旧芸名岡田健史青年学期1999年5月12日年齢24歳2023年11月現在出身地福岡県福岡市 血液型大型身長 178cm 学歴長崎創成館高校職業俳優所属合同会社博業無提携水上講師さんは福岡県福岡市の出身です小学校2年から野球を始めポジションは主にキャッチャーを務めていました中学2年の時初めて芸能事務所にスカウトされますが甲子園を目指して野球に没頭していたため断ります 最初のスカートから5年間にわたってたびたびスカートを受けましたが断り続けていましたしかし高校3年生で野球部を引退後演劇部顧問の先生にスカートされ髪をとかす8月という作品で特攻隊員の役を演じます高校卒業後は野球を続けるため大学に進学予定でしたがこの舞台出演をきっかけに役者を目指すようになりますそして2018年 中学生日記 TBS のオーディションに合格し、主人公、有村架純さんの相手役に抜擢され、俳優デビュー。その後はその甘いマスクで人気沸騰し、数々のドラマに出演します。しかし、2021年に所属事務所との契約解除問題で裁判にまで発展し、一時期表舞台から姿を消してしまいます。2022年8月、所属事務所との契約が前倒しで終了したことから、 本業の水上講師として俳優活動を続けていくことを発表しました。水上講師の経歴、水上講師さんの俳優デビュー作品は、中学生日記 TPS でした。この作品は漫画家、川上純子さんのコミックスが原作で、中学教師と10歳年下の生徒との禁断の恋愛を描いたラブストーリーです。放送当時はかなり話題となりました。デビュー当時の水上講師さんは、演劇経験がほぼゼロでしたが、 そのひたむきな演技が話題となりネクストブレイク俳優として注目を集めました岡田圭示から水上講子へ改名の理由デビュー以来4年間岡田啓示名義で活動し人気絶頂だった水上講子さんしかし2022年9月活動名を岡田啓示から本名の水上講子へ変更することを発表しましたなぜ水上講子さんは活動名を本名に変更したのでしょうか調査の結果 理由が2つあることが分かりました解明の理由所属事務所とのトラブル2018年に俳優としてデビューした水上浩司さん当時の所属事務所スイートパワーの岡田真由美社長が水上浩司さんを初めてスカウトしたのは中学1年の時野球を続けたい水上浩司さんはずっと断り続けてきましたが岡田社長は5年間スカウトを粘り強く続けましたそれだけ水上浩司さんに思い入れが強かったのでしょう 芸名に自分の名字である岡田の姓をつけ岡田圭示としましたそうして俳優活動を続けていましたが2021年4月に事務所との契約解除を求めて裁判にまで発展してしまいます事務所を辞めようと思った理由は社長のパワハラが原因だと言われていますこれを機に本名の水上講師として活動することになります事務所との契約問題が理由で 水上耕史さんは一時期芸能界を干されることになりますが2022年8月31日に事務所と和解が成立し円満退所したことを発表しました所属事務所の社長の名前が由来の岡田圭司の名前は使えないと感じたのでしょうねちなみに現在の水上耕史さんは事務所に所属せず合同会社博と業務提携を結び活動を続けています解明の理由心機一転のため 芸名を本名に戻した理由の2つ目が心機一転のためでした岡田啓示のままで活動を続けると全事務所とのトラブルのイメージがついてしまい今後の活動に支障が出ると考えたのではないでしょうか名前を本名に戻すことでクリーンなイメージにもつながりますよね水上講師の両親水上講師さんの父親は野球経験者で水上講師さんが野球を始めたのも父親の影響を受けたからでしたまた 父親はとてもイケメンで、えい、スタジオでもそのモテモテぶりを以下のように語っていました。中学の卒業式では学生服のボタンを袖まですべて女子に奪われた。袖のボタンまで取られるとは、かなりのイケメンだったのですね。水上光子さんのイケメンぶりは父親譲りなのでしょうね。水上光子さんの母親は、水上光子さんの芸能界入りについて当初は難色を示しました。 中学1年の時から全事務所の社長にスカウトされ続けていたのですが社長に名前を教えてしまったことをすごく怒られたそうです水上講師さんが俳優になる意思を固めた時も反対したそうですしかし母親が水上講師さんの行動や意思に反対したのはこの時だけ現在では俳優水上講師を応援しているようです再出発を果たした水上講師は 2023年2月11日のインタビューで今後の抱負を語っています今年は僕の再出発が本格的に道を作っていく年今までやってこなかったようなやり方や初めての挑戦が増えていくと思うその中で自分がどうやれるか人の喜びや痛みをどう感じられるかすごく難しいし大変なことだけど常に悩みながら一つ一つ実行して慎重に進んでいきたいです岡田圭司の時代と違い 自分で考えなければいけないことが圧倒的に増えたので支えてくださる人と共に歩めたらいいなと思いますすでに動き始めている案件も多く今年は皆さんが僕の顔を見る機会も格段に増えるんじゃないかなもし鬱陶しかったらテレビは消してくださいね2023年を乗り越えればさらに違った景色が見えてくると思っているので僕にとってはやっぱり勝負の一年です演技というジャンルにこだわらず 周囲の勧めや何より自分が面白そうと感じることには果敢にチャレンジしていくつもり何かをするときって分かりやすく言うとお金とか人気とか流行りみたいなものが決断の理由になることがあってそういった通俗的なものに走るのはとても簡単でも僕はそうなりたくない自分が変わってしまう不安が大きいだからこそ自分の感じ性だけを信じて決めていく面白いことを求め続けていってその姿を皆さんにも楽しんでもらえたら 最高ですまた水上さんはボ具グガールで好きなタイプの女性についてはこんなことを語っています好きになった人や今まで好意を持った方たちの共通点といえば女性っていうことくらいしかないんです好きになった人がタイプだなって思っています人によって魅力も違いますし個性も色も違うのでそこは一概にここが好きですって言えないです水上さんは「これ」といった女性のタイプはなかったようで。 好きになった人が体育と答えています。好きな女性のファッションについても似合ってて素敵だったらと答えていますが普段とは違うギャップがある素敵な格好をしてる人に惹かれると言っていますそしてデートは海や川とか山星空が綺麗な湖など自然が豊かなところに行きたいと答えています水上さんは2021年に岡田圭司としてうちの娘は彼氏ができない「ニーリの光」役で出演しています このドラマの主人公はミナ親子で娘の空役を浜辺美波さんが演じていますこの時に水上さんと浜辺さんが付き合ってるのではという噂がちょっとだけ立ったようですでもこれは2人が付き合ってたらいいな程度のもので熱愛とかそういう噂ではありませんでした水上光師さんは全所属事務所との契約トラブルで一時期表舞台から姿を消してしまいましたしかし 岡田圭司から本名の水上講師へ改名し活動を再開しましたそして今回 NHK やサドラブギウギでヒロインの相手役に抜擢水上講師さんは岡田圭司時代に NHK 対がドラマ「青天をつけ2021年で」で主人公渋沢一のいとこ小高へ黒を熱演福岡年竹製作統括チーフプ,プロデューサーは難しい役を見事にこなしていただいたと評価しているところから これが今回のブギウギでの起用につながったのかもしれませんね。